そうっすね。あんま出ないかも。うん。タクシーカーモジュールとか持ってるけど、多分もう誰も買わないだろうな。こんにちは。こんにちは。ファンタさんか。なんで遠く座ったんですか、最初。挙動不審だなと思ったら、うん。マジで話したことない。いや、最初遠く座ったから、話したことない人なんかなって思ったんですけど。気まずい人の動きだったんです。そう。なんか、距離感、距離取られてるんですかね。ない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 。ないですよ。いや、俺らだってお肉じゃないですか、元。確かにね。急に固くね。急に、確かに。最初遠くに、遠く座った人の挙動とは思えないけど。いや、ちょっとなんかいろいろあったから、それについてちょっと視聴者と話をしてたんですよ。なるほど。なるほどね。ナチョさんだったら、隣座ってただろうな。いや、なんか、こいつなんか、外れ。なんで弱小か、つって。言ってないマジでやめてほしい。その寝かけにしないでください、先輩。ほんとさあ、どうした？ボイスなんかボイスのレコーダーとなんか追加でうんぬんって人が来てるよ。え、誰が？一回ヘリ乗ってくれる？あ、いいよ、行く。なんか仕事の呼び出しみたいだったな。なんかリアルでしたね。うん、やっぱセッション好きだから UFO 好きなんですよね、俺も。ああ、なるほどね。はいはいはい。そう。マイルドな。あ、ちゃんと隣座って。いや。なんか逆に、俺、笹さん恐れ多くて、あんまりこう隣に座るっていうのがいいのかな。いや。そんなキャラだ。そんなんじゃないでしょ。俺なんかがいいのかな。いや、俺はもう全然ウェルカムですよ。おマジっすか？はい。笹さん、俺、すげえハマってるんですよね。何が？笹さんのあの、言動とかが好き。ああ。行動とか。本当かな？なんか、ちょっと急に。マジ。急に、スリスリって感じしますけどね。いや、なんか、笹さんって、なんか理論値追い求めるタイプなのかなって思ったら、そうでもないじゃないですか。ああ、まあ、それは。結構ロマンも、そうかも。追い求めるじゃないですか。そうっすね。なんかそこがすごい好きなんですよね。ああ、ありがとうございます。あの、スカイフィッシュ作戦とかも、もうそれで。まあ、そう。ああいうのはそうかも。それがなんかすごいハマっちゃったんですよね。なんか嬉しくて。ああ、ありがとうございます。イメージだけで言うと、もうなんか、そういうの全くされない方なのかな。まあなんか、怖がられることは、マジで実際あるかもしれないですね。笹さんってどこの人でしたっけ？俺っすか？俺はもう埼玉ですよ。お住まいっす。はい。あ、一緒っすね。あ、え、そうなんだ。埼玉、生まれ埼玉育ちで、もう、浦和っすね、ずっと。え？僕も浦和っすよ。え？本当に？本当に？グッズがこれ、怖い、なんか怖くなってきたな。マジジモティじゃん。ジモティっすか？いや、これ浦和っすよ。え？そうなんだ。じゃあ、やっぱ子供の頃は、僕浦和っすよね。十人地町行ってた頃、感じっすか、やっぱ。僕、引っ越してきた。はい。タイプで、あ、まだ4年目ぐらいなんですよね、最近。あ、へえ、そうなんだ。浦和は12月12日に地元で一番有名なお祭り、駅の周りでやってますよ。すごい知らない。ダサさん、お祭りとか行くんすか？あ、俺っすか？行くんすか？いや、俺ね、お祭り男ではないんすよね。あんまり、お祭り自体はそんなになんですけど。お祭り男ではない。神社が結構好きというか、もともと大学はそっちの方行こうと思ってたんで、そう神道にもともと興味があったんですよね。大学自体は借金したくなかったんで行かなかったんですけど、ファンダさんみたいに
どっかのタイミングで行きたいなって思ってますね。うん、配信とか落ち着いてこう余裕できたタイミングに。行ったじゃないですか。いや、行きたいっすね。なんか、釈迦さんも、行きたいって言ってた。本当かどうかわかんないけど、たまにこの話する。いいっすね。